自動で芯が出るシャープペンの王者、オレンズネロ。そのライバルであるパイロットのオートマックを購入しました。値段は3000円でした。ペンテルのオレンズネロの勢いがすごいので、それと比べたら見劣りしているように感じてしまうパイロットのオートマック。実はオートマックにしかない魅力もたくさん持ち合わせているので、その魅力とかを皆さんに知っていただきたいなと考えています。 その前に高評価とチャンネル登録の方を忘れないようによろしくお願いいたします。というわけで今回はパイロットのオートマックを Amazon で購入いたしました。定価は3000円プラス消費税なんですけれども Amazon で2500円で買えたので購入できるリンクは動画説明欄の URL に貼っておきます。 実はオレンズネロも同じ価格の3000円で販売されていて、いわゆるライバルのような関係です。もともと自動診断式号が搭載されたオートマック E500 というモデルがありました。その価格が5000円なので、まあ、かなり高額で、なおかつ不具合が起こりやすかったそうです。そんな理由から2003年に生産終了となってしまいました。こちらのオートマックは2011年に形を変えて復刻して、今も販売され続けているシャッペンです。 2020年の10月にオレンズネロの 0.5mm が新たに登場したことによって自動的にオートマックはオレンズネロのライバルとなりましたちなみにオートマックは 0.5mm のみのラインナップでオレンズネロは 0.2mm、0.3mm、0.5mm の3種類のラインナップとなっています自動芯出しシャープオートマチックメカニカルペンシル こちらのオートマックはオートマチックから TI を取り除いた造語ですねちなみにオートマチックは自動という意味がありますこちらの商品には2種類の特徴がありますまず1つ目はオートマチック機構つまり自動芯出し機構ですねノックなしで芯1本分書き続けることができます芯をパイプからわずかに出して筆記する方式なので書いてる時に先端のパイプと芯が常に紙に当たってしまいます 先端を見ていきますとパイプが伸びようとする力が働いていますパイプが引っ込むと同じ長さの芯が一緒に出るように作られているのでノックをすることなく書き続けることができるシャープペンシルですまたダブルノック機構というのが搭載されています使い始める時に大きくノックをして先端のパイプを出しますその状態で小さくノックをすると芯が繰り出されていきます 使い終わって筆箱に収納するときは強めにノックをするとペン先が自動で収納してくれるという機能ですこれはオレンズネロにはなかった機能ですねオレンズネロは先端のガイドパイプをしまう時に机に少し強めの力で押し付ける必要がありますもし弱めの力で押し付けた場合勝手にパイプが伸びてしまうのでちょっと不便なんですよね指で収納しようとしたらすごく痛くなるほど強めにしまい込む必要があります でもオートマックだと先端のパイプを触らずに収納することができるのでこれはすごく便利だなっていうふうに思いました自動で芯が出てさらにダブルノック機構が搭載されているということで男心をくすぐられる機能がてんこ盛りのシャーペンシルです自動自身が出る機能なんていらないそういう議論はいらないと思います ノックをせずに書き続けられるシャーペンがあったらいいなという果てしない夢を叶えることができているので本当に人間ってすごいなと思いますよねそれではこちらのペンのデザインなど細かいところまで見ていきましょうこちらのペンは軸全体に金属が使われています写真で見るよりもかっこよくてさらに高級感があります直線的な造形になっていて無駄な装飾もなくかなりシンプルなデザインだなと感じました 金属感を最大限ににかすためにあえて武骨なデザインにしているのでしょう。個人的にはすごく上品でかっこいいデザインだなっていうふうに思います軸の後ろ側の黒色のところですがキラキラとしてツヤがありますよねこれはアルミに塗装が施されているそうです色違いでダイヤモンドシルバーというカラーもありますそちらは全体的にシルバーで統一されたカラーリングとなっています グリップの方に行きますと、真鍮に梨地クローム仕上げが施されているので非常にマットな質感になっています。縦方向にローレット加工が施されています。もう少し先端に行きますと、横方向も追加された十字のローレット加工がされていて、横方向と縦方向のハイブリッドのグリップになっていますね。 横方向のローレット加工は字を書いている時に滑らないようにまた縦方向のローレット加工はペンを回転させやすいようにといった配慮がされているんじゃないかなと思いましたローレット加工の触り心地は全然痛くなくて長時間使っていても痛くなりにくいんじゃないかなと思いました軽いアルミと重たい真鍮の組み合わせなので低重心設計となっています 重心の位置は先端から 65mm 付近にあるのでかなり低重心の部類に入ります質量は 26.4g なので持ってみると少しずっしりとしているんじゃないかなと思いますでも低重心になっているので重たい割にはスラスラとかけるんじゃないかなと思いましたグリップの直径は 9.3mm でクルトガよりも 1mm だけ細くなっています 先端のガイドパイプは光沢のあるシルバーとなっていてオレンズネロと比べると少し太めのパイプとなっていますペン先の視界はオレンズネロの方がいいかなと思いました中身はどうなっているのかがすごく気になるのでちょっと分解をしていきましょうこんな感じでほとんどが金属で構成されていて結構贅沢ですよね実はもう少し分解することができてこんな感じでチャックまで取り外すことができました この中にボールチャックという一般的なシャーペンにはない特殊なチャックで作られていますここからは少し難しい話になってしまいますがこのボールチャックによって何が可能になるのかというとこっち方向に芯を出すのは可能ですが反対方向に芯を戻すことはできないつまり一方通行の芯となっていますコンデンサーみたいですよね なのでパイプが紙から離れて戻ろうとする力で芯を繰り出すことはできますがパイプが紙と当たった時に引っ込んだ時は芯が引っ込まないようになっています簡単に言えばそれによって芯が繰り出されるといった感じですね本当によく思いついたんだなというふうに思いますこのパーツだけでほとんど自動芯座式号が完成されているのでこの長く太いパイプはあんまり意味をなしていないんじゃないかなというふうに思いました これも低重心にさせるための重りの役割を果たしているんじゃないかなと少しだけ思いましたここにはロット番号が書かれていて2020年の2月に製造されたものだなと推測できます樹脂が多用されているオレンズネロよりもお金がかかった作りだなというふうに思います唯一ここに樹脂が使われているんですけれどもこれは何の部品かっていうとダブルノック機構を実現させるための部品ですノック式のボールペンでよく使われているあの機構です パイロットの消しゴムということでドクターグリップの消しゴムなどと共通した消しゴムが使われていますそんな感じで軸に金属が使われているシャーペンっていうのは多いんですけれども中身も金属が多く使われているシャーペンっていうのは最近は結構少ないんですよね結構お金がかかっているので3000円という価格はぼったくり価格ではないんじゃないかなと個人的には思いますでもお金がかかっていても書き心地が悪ければ意味がありませんというわけで実際に書いていこうと思います 自動診断式構というのはパイプと紙が常に当たりながら書くわけなので普通のシャープペンと比べるとどうしても書き心地が劣ってしまいますそれは本当に仕方なくて普通のシャープペンと同じような書き心地にするのは不可能ですその引っかかりをいかに少なくできるかというのが自動診断式構では重要な課題となっていますこちらのパイロットのオートマックでは自分が思っていた以上に引っかかりが少ないなと感じましたこれはいい意味ですごくびっくりしました オレンズネロに話題が持っていかれてオートマックの知名度があんまり高くないなと思いますがオートマックもなかなかいい出来だと思いますただ個人的に気になったのが先端のグラつきの大きさですね仕方ないところだとは思いますが自動芯出し機構の特性上書くごとに芯が沈んでしまうので柔らかい書き心地になってしまいます 多機能ペンについているシャープペンの書き心地に非常に似ていると思っていただければ大丈夫です先端が収納できるダブルノック機構が搭載されているので横方向にグラつきが大きいかなと思っていましたが横方向のグラつきはほとんど感じられなかったですそういうところはかなり精度が高く作られているんだなと思いました もちろん多少の引っかかりはあるんですけれどもその引っかかりの分ノックをしなくてもいいという快適さに繋がっているので自分としては全然許容範囲な引っかかりだと思いますオレンズネロと比べるとどちらも引っかかりはほとんど同じぐらいなんですけれども体感としてはオレンズネロよりもオートマックの方が引っかかりは少ないかなというふうに思いましたただ先端のぐらつきはオレンズネロの方が少ないなと思います重心バランスもすごくいいので長時間書いていても疲れにくいです 読書感想文とかひたすら文字を書くときに非常に向いているシャーペンだなというふうに思います。さすがパイロットですね。オレンズネロのライバルにふさわしいシャーペンだと思います。もう少しじっくりと書いてみて、考えがまとまったらオレンズネロとオートマックのどちらがおすすめなのか徹底比較の動画を作っていこうと考えています。 動画の説明欄に定価よりも安く買える Amazon リンクを貼っておきますのでもしよろしければ参考にしてみてください書き終わって先端のガイドパイプを収納するときにどうしてもノックをすると芯が一回出てしまうんですよね一旦指で芯を戻した方がいいかなとは思いますが、まあ、力を入れることなく先端を収納できるのはすごく気軽でいいなというふうに思いましたという感じでパイロットのオートマックを紹介してきましたそれではまたお会いしましょうご視聴